カドラン賞とは、フランスギャロが、外戦門章ウィークエンドの1日目に、フランスパリロンシャン競馬場の芝4000メートルで、施行する競馬の平地重賞競争である。出走条件は4歳以上で、フランスの長距離最強小馬決定戦に位置づけられている。1837年4月27日に、第1回が施行された。 競争名のキャドレンとはフランス語で時計盤を意味するが固有名詞としてはパリのシャンドマルスに隣接する軍大学校の時計塔を指す現在名称変更が行われていないフランス競馬の競争において1836年に創設されたジョッキクル武将に次いで2番目に古い歴史を持つ解説当初シャンドマルスを一周と4分の1である芝2500メートルで 実施され、また3000フランの賞金が提供された。6年後の1843年には4000メートルに、さらに3年後の1846年には4200メートルに延長された。1848年のフランス革命により、一時的にベルサイユで行われたことがある。1850年には開催中止になり、向こう10年間は条件変更をたびたび経験した。 1851年から1857年にかけて距離変更が、1854年には対象年齢を4歳に制限された。1857年にロンシャン競馬場に移転、翌1858年に4200メートル距離が戻された。1871年は不屈戦争により中止。1913年には距離を4000メートルに短縮。 同時に5歳以上の小馬にも門戸を開放した。1915年から1918年の間は第一次世界大戦の影響により中断。1940年は第二次世界大戦により中止。1943年から1945年の間はトランブレ公園の芝4100メートルで実施された。 第二次世界大戦以降に中止になったのは1968年の一度だけである。1971年にグレード制が導入されてからは、カドラン賞は最高位のグループ1に格付けされ、5月下旬に実施されることになった。1986年には馬にも門戸を開放。1991年からは外線門賞ウィークエンドの土曜日に変更。 2015年までは10月第1日曜日に行われる外戦文章当日に実施されていた。2016年より外戦文章ウィークエンドの土曜日に変更される。2016年と2017年はロンシャン競馬場の改修工事のためシャンティ競馬場で大体開催された。アイファカタールプリージュキャドレン2014年12月5日、閲覧。 2014年カドラン賞。レーシングポスト。2014年10月7日閲覧2015年カドラン賞。レーシングポスト。2015年10月5日閲覧2016年カドラン賞。レーシングポスト。2016年10月2日閲覧2017年カドラン賞。レーシングポスト。2017年10月1日閲覧2018年カドラン賞。レーシングポスト。 2018年10月7日閲覧。2019年です。結果。レイシンポスト。2019年10月6日閲覧。ありがとうございます。